そう。え、なんだ、え、俺が、待って、あれ、え、誰、こう、モベ、お、俺がなんかモベなんてことはない主人公みたいな、モベモベラノベ主人公になっちゃった。ラノベじゃん、ラノベの主人公、うん、やれ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 、俺に拒否権はないのか、騒がしいやつらだやれやれそっか、人生に終焉はここからだもんね、巻き込まれ方だ、今日人生ゲームするわよ、はい、うわ、ほんとだ、ちゃんとしてる、すごかわいい、え、あ、かわいい、待って、言うほどかわいいか、八代さん、赤ちゃんの時からその目なんだ、ね、だいぶ、もうだいぶ生まれがね、だいぶ過酷な環境で生まれてきたみたい、ニヒリストのガキだな、あ、敬遠してる世の中嫌い、やった、頑張るぞ、最初の時代はこちら、おお、え、最初の時代、あ、おー、なるほどね、赤ちゃん時代、運なんだ、え、おいおい、これリアルすぎるだろ今の意味選べないじゃん赤ちゃん、自分力ないから、なんてエグいゲームなんだマジで、ねえ、赤ちゃん過酷すぎるだろ、うん、決めるワード出していいのかわかんねえよ、うん、なあ今同じワードがきっと頭に浮かんでる、ガチャガチャ、あ、ガチャ引くガチャ、赤ちゃん300万持ってるよ300万、まあまあちょっと心もとないな、要求としては、確かに、もうちょっと欲しいところだね、頑張って、あれ、いや、おい、ネオロッキーマスじゃん、中央商店街で2連戦大会が選ばれたこれ勝ちじゃない、目が、さすがに俺変顔さすがに得意だよ、ね、あ、変顔、ね、はい、勝ちました、視力、視力、変顔、あ、でもセンスが一番上がったよ、センス確かにね、センスいいね、え、センスいいじゃん、おい、パープルだったら最強、パープルだったら最強あ、そうなんだ、パープルなら最強なのこれ、きたきた、やば、え、このなんか超キラキラなやつ止まればいいってことね、いい感じ、ね、あ、俺踏んだんじゃないこれ、よーし、おー、素晴らしいじゃん、お休み入ったので遊べることになった、お父さん、昔々あるところに、なんかそうだね、お、言葉が、髪の毛違うけど俺この家の子なのかな、お母さんになんだよ、お母さんにお母さんにか、お母さんにだよ多分、いや、読み聞かせやっぱ大事だからね、大事だね、あ、でも賢さ、賢さ、賢さ、いいね、強くね、これ強ー、序盤大事なのではね、お、これレアじゃない、ネオロッキーマスよ、やった、あ、遊んでもらえることになった、ピアノの鍵盤を、あ、すごいすごい、あ、ちょっと英才教育ですよ、音楽20、これドレミが弾けるようになっていた、プロセカではない、おー、センスか、いいね、おお、みんなすごい、に目覚めちゃったわ、好調じゃない、ちょっとやばい、確かにいい流れ、好調人生、いけますよ、大丈夫大丈夫、はい、あ、貯めるとかあるんだ、おー、みんなレアマス、え、やるよ、やばい、恵まれてる、みんな、はいはい、え、なんかちょっとやんちゃだな、なんかお父さんみんな一緒、親と一緒じゃね、待ってよ、ちょっと待って、みんな同じだ、どういうこと、まずいまずいことを見て、まずい、あ、なんか急に体力が上がった、あ、体力か、運動系なんだね、あ、じゃあちょっと違う人生だやっぱ、いや、基本的に、え、また踏んだじゃないこれ、あ、ほんとだ、よし、やったぞ、順風満帆すぎる、どちらか仲良いられるか、パンパンだね、子供を泣かそうと大人って壊らせてきたけど泣かずになんとか耐えることができた、すごい風格が、おお、いや強い、俺ちょっと今回東大行くわ、東大だ、東大だ、東大目指す、首席合格、現役でしちゃいます、しちゃいます、理算行きます、いいね、すげえなそんなことないよ、 7? お、 7? あ、危ない、ヒアリマスだ、ヒアリマスだ、何でも食べるね、いや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 、あー、ビタミン、あ、今今今体調悪いし、体調、もしかして今ね、体調悪いし、あ、バッグ下がるじゃん、うわ、まずい、人生ガチャ失敗かも、いや、クリアさん、人生赤ちゃんの時が大事だよ、ちょっと決まってっから、そこへ、ねえ、ちょっと、ほらほら、ねえ、選べないから、そうだね、ああ、美男君、そうだねって、おかしい、まあまあまあ、お、学校で、もう終わったの、え、もう終わりなんだ、もう終わっちゃったの、え、やばい、早いよ、じゃあここまでの結果を見てみよっか、なるほど、まあ差はないね、赤ちゃんだからね、そうなんだからね、うん、でもこの差が大きく分けるんだよ、ここからよ、そう、いや、でももうこの時点で分かれてるね、ね、
小一の頃のスペックによって自己肯定感が変わってくるから、なるほどね、足の速さとか、足の速さね、そうそう、モテるからね、足4月生まれと3月生まれは全然違うから、確かにね、確かにね、成長具合も違うよね、違うから、おレベル2、はいはい、レベル2、データ、やばい、俺だ、人生始まってる、やばい、足の人生は始まってる、俺は絶対もうプログラマーにならないんだこの人生。ならない。高級な作業だ。やめろ。プログラムなんて組むな。使うとこのターン必ず6が出る。おお。すごい。六出したいとか。おお。六の神。すごい。毎ターンお小遣いもらえる。俺もらってなかったぞ。じゃあいい人生の始まり。すごい。500万円の小遣い。ドロすぎだろ人生。人生ちょろいな。どこから？お母さんちょっとビットコイン買ってくるからちょっとお金貸して。可愛くねー。絶対これ伸びるから。ビットコイン。そうだよ。中学じゃない。つれ。早いな。卒業。早いね店舗。ね。はいはいはい。差が出てきてますね。そうだね。お。中学生は一番波乱万丈だよ。よし。楽しい中学生時代すごそう。一マス目がしょぼいマークなのもう闇感で。うわ闇深いねこれ。自己紹介で失敗みたいなイベントでしょこれ。絶対そうだわ。宇宙人がいたら私の元に来ること。いいじゃん。やばい。春日が同級生に春日が。あどのように入るか。おお。ああなるほどね。いいね。いや俺はもうねソフトテニスをやらせない。え？なんでよ。勉強優先言っても面白くない文化部でしょ。いやでも中学はね、うん、運動部大事よ、うん、運動部大事か。そうなんだ。あ将来の体力にもつながるからね。いや、カーストが。カースト、まだカースト、まだカースト勝負してんのか。高校で何部だったって聞かれたんだけど全然カースト高くなかった。そうなの。9どこだ。これはひょっとして、おお、スラッキーマス強っ。あ、文化部として文化部として参加。え、すごい喧嘩してる。青春してる。あるね。ジャンプやってる、ジャンプやってる。ジャンプだ。え、最優秀賞。こいつの人生順風満帆。もうすでにセンス C。やばいやばい。光ってるな。おい、ツイッターでたまにいる絵の上手い中学生じゃん。中学生だよ。この人こんなに若かったのみたいなね。そう。あのあえて自己をね、さらけないタイプ。筆が折れる音。同じセンスの民。頑張れ。さすがに見れないでしょ。おお、やべよかった。あぶねえ、よかった。お、球技大会、球技大会。お、過酷な遠目、怯えてないクレアちゃんに。男女平等。おお、なるほどね。急にリーダー。おお、すごい。リーダーシップ発揮してんじゃん。モテたか。モテモテですよ。体力いい。なるほどね。モテまくりか。モテる。おお、モテる。お、モテる来た。やばい。モテちゃうかもしれない。やばい。サッサバグロに入るぞ。勝ちまくり、モテまくり。勝ちの人生来たなこれ。来たか。よっとぜ。勝つまい人じゃないのかよ。あ、作品の評価まずまず、まずまずかい。やばい。センス B 行ったわ。わ、すごい。爆発してる。やばすぎるな。はい、ピクシブ上位入ります。デイリーランキング1位の京子さん。大きい。お、制服がお似合いでした。ここまでの結果だいぶ尖ってるのが京子ちゃんと八代さんって感じか。そうだね。あ、もう恋の時代が来た。もう恋の時代が来た。早い。高校上がれば自然と彼女ができるんだろうな。挨拶してるだけで恋人できんだろうな。謎の美少女と廊下でぶつかるから。楽しみだな。楽しみだな。パートナーすらあるよ。将来のパートナー出会うチャンスがあります。マジか。気になる人。え？ああなるほどね。これ何？情報が出てないけど。確かに。いや顔顔。顔よ。あ顔ね。うん。え、私的にはおすすめは一番左の一番下かな。黙れ。しかもさ、それが選ぶんだよね。2Pカラーみたいになってんじゃん。2Pカラー、そう、それ嫌すぎるよ、自分、俺。いや、彼はね、野球部だよ、彼は野球部だよ、中学で野球部やってたよ。この人やらしかけてみるか。あ、いいじゃん。これがヤシド君のタイプと。サラって言うんだって。え、かわいい、サラちゃん。サラかわいいじゃん。頭脳面積、頭脳面積か。
高校からは将来のパートナー、よしよしよし、まず顔ね、答えなんだね、同じなんだ、同じ同じ子選べるってこと、ヤシオさんどれ選んだっけ、俺右上だ、ね、一番右上、ちょっと寝取りに行くわ。おいおい、ライバル。名前、いや俺ね、でも見てたけど、さっき見てたけど、この子さ、うん、頭脳明晰じゃん。あーあー、なるほどね。東大ステータス的に俺の方が可能性がある。なるほどね。いいね。おいおい、BS。おら、おい、やばいね、こいつ。頭いいから。こいつ。さあ、俺がいただく。さあ、俺じゃダメか。さあ、俺じゃダメか。ガツに入るの決めよう。俺はもうここまで来たら、うわでもこれ運動もできるようになってなんかあれ無双してるけどな。なるほどね。ちょっと運動部行ってみるか。おいいね。無双文武両道を目指せ。2位出たら頭よく運動できて、寝取られたらもう何もできない。折れる。折れる。休憩したらサイレン。いやこれは。優先させますよ。ああ、スペックも高いのに人格もいいという完膚なき人間になって心を折りに行くヤシロ君。なんでそこで戦ってるの。誰かに刺されねえかな。動き大丈夫。いやいや、これはコメディセンスもありますよと。コメディセンスね。そうそうそう。へえ。いやでも私もじゃあ空狙いに行こうかな。なんでよ、女の子同士でも行けるみたいだからって。行けるはいけるんじゃないか。そうそうそう、そういう世界になっていったらいいと思う。お前ら自分の意思ねえのかよ。え見て好感度高いです。好感度高いです。なんでモテるのあれさ、最初はね女の子同士だから。はい、あそうだね。キュー、おぉ、おぉ、まずい。浜辺バーベキューに来ちゃった。え、炭忘れちゃった、どうしよう。なーみー、なーみー、なーみー、かわいいよ。なーみー、何かの縁とバーベキュー一緒に楽しんで、ちょ、お前サラという人間がありやな。うわ、ちょっとこれ浮気気質ですわ。これ浮気気質だな。違うんだって、決めた瞬間他の女に5回台で、あんまりオールマイティだよ。早すぎるな、こいつ5回だって。いや、誤解って言葉一番信用できない。まあな、誤解、誤解なんだ、ニヤニヤ。さあ、気になる人自由に選んで。あー、ちょっとみんな二人整形やしろ。いや、ちょっと目パッチリしちゃってさ、悩んでてさ、どっちにしよっかな。 2P カラーか。 2P カラー、やっぱ 2P カラーにするか。じゃあ 2P カラーか。いいね。誰だ、どんな人生送ってんだこいつは。こいつ運確かにね。やっぱスポーツタイプだよ。スポーツの話か。やっぱ野球部だよ元。なるほどね。スポーツ万能だって。レンって名前なんだ。レンなんだね。星さんだけどね。星で見るタイプ。あ、スペックを待ってた。星で見るタイプか。そうそう、より良い人と出会う。おお、技術発表会。へえ、二人で体験。誰？ユウ。ユウかっこいいじゃん。ユウかっこいい。でも星2だからな。星2だからな。星2だからな。年齢も星3だったからな。違う、星あるんだと思って。スペックか。野球モンスターだからな。あ、本当に。俺は、ちょっと言うと結婚するかも、ごめん。やばい。結婚するのか、俺以外だと。言うと結婚するかも。言うと結婚するのか。俺、言う以外のやつと。俺以外のやつと。俺以外のやつと。10周年おめでとう。10周年おめでとうだもん。恋愛イベント。やっぱね、青春したいよね。青春しようか。青春よ。ね、山を登ってきた。一人で山で出会うの。山で森があるってこと。森がある。あ、かわいい。アスカ、星一の女。いいじゃねえか。アスカかわいいじゃねえか。アスカ、おお、楽しそう。一気統合してんじゃん。いいね。アスカ、おお、やばいやばい。アスカと結婚か。アスカ結婚、アスカ結婚するかもしれない。結婚か。はいはい、コンクール。俺は俺のことを好きなやつが好きだ。いいね。センスを使う職業。おい、センサー。やば。このガキやばすぎる。やばすぎる。人間国宝だ。おお。いっ、いいんじゃないこれ。おお。来た来た来た。映画に来た。今日は映画を見まくるぞ。え、趣味が合うのかな。え、カオルコ。カオルコさん。カオ
え、すごい和風な感じ。サラノがいいな。ディナーディナーしてる。いい店で作ってんな。デートディナーすぎる。え？おい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 。もうなびいてる。インターハイ出場すること、主力を尽くした試合の結果は結末はベスト4入りすることになった。おすごいすごいすごい。ちょっと勝ちまくりモテまくりすぎないか。ね、ラッキーマスじゃない。おお、ラッキーマスだ。え、おばちゃん。潰れそうな。おばちゃん。おお、すげえ。ラノベみたいなイベント来た。すごい定期的に。え、すごい定期的なラノベ。え、おお。おばちゃん。大阪新世界。新世界。すげえ。え、もうなんかその道でやっていける人というか、やっていける人だな。ヤシノくんさん。あー、なるほどね。あ、なるほどね。浪人っていうのもあるのか。なるほど。センスあるからね。あ、一旦受験しよっか。一旦ね。一旦。え、嘘。そういうこと。行ったねー。アタイ 70%。 これでいけ。あい、大学生じゃん。またモテモテよ。就職し早くから社会人として、これは 90% 受験するでしょ。やば。 90%。 これで逆に罰になったらちょっと悲しいよな。あ、危ない。あ、よかった。危ねえ。フラグを立てるとこだった。ほい、おー、合格だ。マップ1以外大丈夫です。じゃあまあ回すか。まあまあ引かない引かない。1来そうな気がする。ちょっとやめてね、そんなことやない。まあまあねえ、ねえ、おー、なんで。うっしょー、うっしょー。電子書籍でさ、あー、買っちゃうんだ。100万円も買ったの。100万円分買ったんだね。騙されてるよこれ。そんな読めねえだろ。あ、でも落ちるか。落ちるか。逆にね、受験するぞ。すごい結果的に。わかった。みんな大学生だ。みんな大学生だ。よかったね。働く姿が見たかったわ。え、みんななんか思いの人いるね。なんかね、俺にはスカイプ、俺カオル子のこと思ってないんだけどな。大学でも出会えるかもだしね。あ、そうだね。やっぱね、ガキやだね。まあさすがにね、回避していく。まあさすがにね。おっと、原始系みたいなこと、これ合コン。あ、なんか全員いるけど、うちらいる。しかも3人まで。ななみ、ちなつ、誰？ななみは私のね。なぎさ、なぎさ可愛いね。俺なぎさ行く。俺なぎさ行く。取り合わないで。ああ、これね、いや、一発ギャグ、センスに。お受け間違いない。おお、よお、ななみ、ななみの効果が上がった。あ、でも全員上がるんだこれ。ちなつ可愛くね。ちなつ可愛い。なぎさ、なぎさ、俺のなぎさな。カリスマ。カリスマ。やるな。一か。恋愛マス。あ、でもハートじゃないこれ。これ。おお、ハートマスだ。あ、合コン。合コンだ。合コンだ。ちょっと思い人いるんだけど。なんか野球選手みたいなのいない？今日は手抜きでいいや。野球選手だ。今日お前さ。最低だぞ。最低すげえ。どうしようかな。私でもやっぱ一発ギャグセンスあるから。そうだろう。センスだろう。そう。やばい。こいつ俺あれ？あ。え？センス。あのセンス高すぎて。高すぎたんだこれ。ついていけなかったんだ。なるほどね。あ、でもパリピ。ギャルじゃん。ギャルになっちゃった。でもぐるぐる回るからあれだね。あ、マジか。あ、これ逃げ出せないのか。また合コンですか。ちょっと寝ても覚めても合コン。合コンしてるよこの。姉ちゃんがいる。2周目あれだろ。出会い上すぎだろ俺。ハピハピ。あ、一発ギャグ。アンプチマン一発ギャグ。いつもギャグ言ってるなこいつ。おー、センスあり。起業しろとりあえず。あ、大丈夫かこれ。お、大丈夫か。いけるか。またゴーン。お前ら合コンやばい。なんだこいつ。なんだこいつ。あ、いるぞ。よし、渚さん。渚は確実にここは取る。まずい。飯食いに来たみたいな。そう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 。3連続一発ギャグ。おしれえ男になんないのこれ。はい。ついに、ついに、つ
もギャグだったついにダメだったかついにダメですパリピパリピに目覚めたよ早いけどデート行っちゃおうかないいんじゃな い, い, い、ね、初めての恋人ができるデートカードを使った恋愛の季節がやってきた連絡をする出会いを求めろ連絡しよう進めるあ待って選べんだそういうことかあーなるほどねあでもデートだからこうゼロパーの人でももしかしたらあげる可能性あるってことえー渚可愛いでも可能性がゼロパーだよ好感度がさでも好感度ここから上げていくってことじゃないアスカとカオル子がいるだろカオル子は新人俳優だってよアスカって誰だっけまず高校にいた人か渚くん頼む渚プロポーズ成功すんのいや俺は行きたい女の子に行くまずデートねおいいねーあ髪色一緒じゃん乗ってくれるんだっていうかなるほどね、うんゆっくり見て回る音声ガイドを借りるいやこれは音声ガイドつけるわ、ね、本気だな先生、うん、F だから語れないもん多分なるほどね、なるほどね、うん、だったら一緒に学ぶ、はい、でも知識はあるよね聞きながら絵を見ていくあすごいうん、うん、これでも一発で上がんじゃねあいいぞいいぞいいぞいいいいいいなるほどねオッケーオッケーオッケーやばいね取られる俺の渚がこんな息つかねえこんな息つかねえ男にみんなスターを忘れちまったのかよ寝てねえだろまずだってまず寝てねえ爆速で進んでくなうーんおーハートマスあーまた合コンばっかり何言ってんだよこれ合コンばっかりこれ合コンだよこいつ何だよ大丈夫かまた出会った、また合コンです、また合コン合コン中いや、おかしくね、マジでメンバー一緒いっても こんな引くもんか確かにうちらもう、あ、やったやった運勢上げたよいいね好感度どんどん上がるねサラって研修医なのあれ、サラ研修医めっちゃエリートになったんだエリートさん俺の元カノ、はいはい、元カノ元カノ元カノ何でもないだろ何でもないだろ怖えよ一方的だろ狙ってたのにお前渚はどうしたんだよ渚って誰だっけクズ野郎お前さクズ野郎だそろそろ社会人かあお大学卒業だ社会人時代か浪人してないのか偉いな浪人してないと偉いね浪人してなかったねおあさだらないね野球選手になろうと思えばなれるのすごいなアイドル確かに、ね、安定してるが料理人でカレー作ったらあー料理人いいね安定してるが下積みが長いセンスがやっぱ大事おーあーそういうことかカレーカレー作るかカレーシェフネパール系インド系いやここはね欧風カレーでいくおいいねー欧風か欧風欧風いきます行くぜカレー職人だ職人似合ってる似合ってるいいぞいいねあれいけんじゅんバカー惜しい惜しい あれ何が起きるんだろうなまた合コンだよ何回言ってんだこいつはやパリピ持ってるからパリピ持ってるからかヤシロくんパリピ持ってるからパリピ捨てないといけないのかそうそうそう呪いのカードかよなくなるからね、うん、ダニになるかか科学者がなれるんだ、いいね科学者いいね能力値だけでなれるリスクがすごく安定している私何になれるんだじゃあカードの使い方が鍵になる戦略の必要な知力職えーすごいかっこいいじゃん、はい、科学で成功したらちょっと熱いしね世界変えられるよねいいね人類の未来と発展に役立ちたい、ね、すごいいつか取りたい科学賞あたり何が選べるのかな漫画家 BL 漫画家なっちゃおうかなおお第二の人生 BL 漫画家ですかいいねなっちゃおうかなでも俳優ちょっと気になるんだよねせっかく体力もセンスもあるから、まあかね、いいねまあセンス高いから私俳優になっちゃおうかなおー ありそうねせっかくパリピアし俳優で合コン開いて女優と結婚するぞあおオーディションあるんだ十分の7だこれ落ちたらどうなるおーでも私だってさおーナイスやったぜハリウッドでハリウッド目指してんだなるほどねすごいね夢はでっかく俳優としてもっと成長したい一人で夢トレ社会人の友達に会うこれ友達に会うってことはみんなに会えるかもあーかもねあーかもね会おう会おううちら会おうぜ友達だっていろんな世界を学ぼうおーみんなやしろくんまだ下積みなんすよ一緒に映画を見ることにしたセンス高いからなこいつらねそうだよ確かにおーすごいやばいエースやばいよし社会人になるぞ何になれるのかな私は
果たしてこのいろいろなれるでしょう。そこセンスが D やればいけた。なんで政治家になれるんですか。政治家、総理大臣になれるかもだって。これでしょう。政治の道、政治家いいね。政治家の政治家になっていくか。おいい、夢を追いますか。ちょっと、私がこの国を変えます。あ、素晴らしい。この二次三次を変えます。変えます。二次三次ときた。あ、え、すごい。秘書、秘書、いきなり秘書か。全然、秘書にもなりたいな。やるんかこれ。運勢大大吉よ。おお、地方議員クレア。やだ、ちょっとワクワクして。そんなことでやっていけるのかな。キュー、俺と同じますか。おお、これでも合コンじゃなくてデートができんじゃない。あ、ほんとだ。新しい人に出会うっていうのもいいか。確かに。そうだね。クレアさんは出会ってみる。マッチングアプリやっちゃうか。ちょっとやめてよ。やるか。じゃあ第二の人生だからね。出会いを。あ、マチコンだ、マチコン。マチのイベント、マチコンだ。柔らかく言ってんのかこれ。あ、誰だ。誰だ。面倒。何度も。哲也さん。哲也さん。一般社員。一般社員。いいね、優しそう。ね、誠実そうだよ。なんか、いやでもなんかね。え、ちょっと、どういうこと。殴りそう。殴りそう。え、ちょ、じゃあちょっとまだ出会い探すか。いや、そんなこともないと思うよ。そんなこともない。いい人だと思うよ。ただ垂れ目の黒髪マッシュだから言っただけだよ。そう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 。ちょっと一旦じゃあ過ごしてみるか。一回ね。お、いいね、いいね。まだね、ハートの差でし。飯食うだけだし。ね。まあな、いやでもまあ逆にね、一回ね、一回ね、一回どうなるか。え、なにこれ、どういうこと。お参りしない。あっ、おー、逆転チャンス。逆転神社、こんな本行くでしょ。合コンしかしてねえんだから俺。確かに。神社も、あ、行ってらっしゃい。どこ、どこ行くんだ俺。あれ、あ、すごい、すごい。なるほど、左が逆転ってことかな、多分。なるほどね、はいはいはい。え、すごい。はいはい。お、ちょっと俺ここはデートしようかな。お、いいね。恋愛を進める。連絡するよ、俺はもう一途に行く。おお、なるほど。誰に。てかもう好きな子決まってるから、もう普通に。なぎさ。誰誰誰。なぎさ、なぎさ。なぎさ、さっき誰っつってなかった。いや、ちょっと名前で覚えてなかっただけ。なるほどね。お前最低だろ。いや、俺ね、違う違う、俺にとって名前は記号だから。なぎさの、なぎさという人が存在がね。そう、ミュージカル見に来た。顔だろ、お前が好きなの。劇場広くてめっちゃ豪華。いや、これは300万使うよ。なるほどね。うん、でもしっかり見える。損する300万じゃないはずだね。あ、これ 100% いくんじゃない。得るものの。よし、やばい。次プロポーズする。俺はやべえ、寝取られる。来た、とっても楽しんでデートの約束をした。よし、デートか。プロポーズもできる、これで。よしよし、寝取られる。俺このために体力も鍛えてきたからね。なるほどね。自分の運信じて回します。あ、地響き。地響きが聞こえるぞ。牛の胸。なんだそれ。あ、怪我。大丈夫。服、服がボロボロ。うわ、これは1000万。お前1000万の服着てんの。1000万の服。ディオールかな。しかもそれでさ、そこら辺歩いてたよ。そう、お前よく何気ない日にこんな服着れるな。確かに怖いよ、自分が。ウルトラスーパーレアの男が現れるので。SSR。SSR。あれ、ユウが遊んでる。ユウ。あ、謎解きしてるから。謎解きしよう。おお。あ、面白い面白い。なるほど、いいねいいねいいね。ちょっともう上がってんですけど。もう上がんねえぞ。もう上がんねえけど。あ、デートカードだこれ。なるほどね。ね、おお。これもクレアさんもアップ、こっちからアプローチすれば結婚いけますね。なるほどね。そうですね。デートカード、ちょっと俺は決めに行くなぎさ。お、え、ついに？ついに？結婚する。すごいね。科学者。いいね。え、そう、科学者だって科学者やりながら相手が地下アイドル。なんてミスマッチで素敵なんだ。ね、本当にいい。ロマンがある。コマみたい。ロマンすぎる。いいね。プロポーズ。プロポーズ。同ジャンルじゃないってのがさ、よくない。よくない。私が君を笑顔にする。確かに、確かに。ちょっとめっちゃいいじゃん。ちょっとゆっくり見ようよ。デートの帰り道。意を決してプロポーズ。なぎささん、結婚してください。おお、惜しかねえ。めっちゃいい演出。なんか泣けてきた。ルーレットなのに20丸しかない。確定演出。
あ、撮影演出いいね。もう金色だし。ルーレット。え？おー、よかったね。よかったな。おめでとう。なぎささんと結婚した。すごい。寝るかっつって。ちょっと待って、うちらお祝い金払わないで。一人で、お。うちらからお祝い金。やべ、いくら徴収するか。頼む。え、これさ、10なったらもう俺勝ちじゃん。このゲーム。いや、ケツ服紙しかあげないよ俺は。1だけにしてね。ケツ服紙な。やめろ。ケツ服没収です。はぁ、しかもこれみんなからってのがでかいからね。やばすぎる。早く結婚しなきゃ。うぎゃー、よしよし、うぎゃー、いや、友達にご祝儀のために借金するなんて、なんてまだ給料もらった。親からもらった金が。親の金だよ。実はね、実在しなくて。中間結果を見てみましょう。おお、あ、子供ゼロ人。あ、そっか、そうだ、子供。うわ、子供ね、結婚したからね。そっかそっか、まだ見ぬ新ステージに。あ、はい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 、マリパであるやつね。なるほどね。誰に何をどうする。クレアに、クレアに何何を、センスを。これでもあげるもあるからね。あげる、あげ、もらえ。なげないよ、ないよ、あげる、あげるセンスない。いや、いただいていくぜ。なるほどね。これは奪えるんだ。こういうことか。彼女だったらおもろいのにな。後でクレアちゃん、彼女もらえるわ、えぐい。やばいって。ダメだよ、それは。これ、給料は。頼め。昇級だよ、昇級、ここで多分。昇級させてくれ。お、料理長にキッチンに立つことも認められた。おお。マスコミや盛り付けなんかのサポートしか任せてもらえないけど、一歩前進だ。すごいすごいすごい。センスエースなのに料理作らせないの、逆に上司やばいだろ。あ、捨てた方がいいんじゃない。パリピラー、終わる、終わった。これで俺もやっと結婚ができるかもしれない。で、俺はこの状況からの恋愛行く。ちょっと待って、どういうこと。何すんの。この状況からの恋愛。あんた浮気は絶対ダメだよ。多分子供のイベントできんのかな。浮気ってできんの。これ気になるね。にっか、まあまあでも、まあまあ恋愛ます。どうなるんだ。お、渚さんと廃校を再利用した。あ、いいね、結婚後もちゃんとデートできるんだ。しかもちゃんと、ちゃんと夫婦の時間大事にしよう。よかった、安心した。金は惜しまない。お、いいね。しかも全部、おい、のろけんな。全部成功じゃねえ。デート成功、大成功ね。のろけんな、大成功。ふざけすぎだろ。青春をテーマにしたキング飾ってある。まるで学園祭みたいな。やばい、充実感がえぐい。ね、学生気分で2人で手を振り、ステージを見て回った。かわいい、マジアチ、うらやましい。さらに上がるんだ。さらに上がるんだ。逃げ締め来た。逃げ締め。子供じゃね。なぎさの心が通じ合った。大好きな気持ちが天に届く。あ、これもとりか。天からの授かり物が。あ、うわ、よかった。お、なるほど。なぎさとの間に新しい家族が増えた。お母さんにじゃない。手繋ぐと子供とりが運んできてくれるからね。可愛いね。するぞ。よしよしよし、若い。これね、体への負担も少ないですから。お祝い金かよ。誰も聞いてねえ。お、みんなからのお祝い金をプレゼント、お幸せに。はいはいはい、1500万。え、しかもこれさ、リターン返ってきたよ。あー、デート代返ってきたな。そうそうそう、確かに。このゲーム結婚つえな。幼馴染のからお金を徴収し、デートを充実させてくれと。だって結婚したら全体攻撃じゃんこれ。やめよー。結婚して子供産むたびに全体攻撃じゃん。自分の財布から金出してないからね。早く結婚するかな、私も。全体攻撃。おー、良いねー。昇級チャンス。さあ、国会議員出馬の準備をするぞ。強すぎる。え、あ、厳しいね。そうだね。そうだよ。政治家。まあ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 、そんな簡単慣れちゃいけないからね。やっぱちょっと人生の絶望が必要なんだ。大事。なるほど。お、あ、でもすごい。目足、クレアの目足死んじゃいね。あ、でもランクダウンするんだ。えぐいな。でもまあまあまあ。天に思いが届くんじゃないの。家に帰ってきて身を寄せ合いながら将来のことを考えた。もうそろそろ家族が増えてもいいかもしれないね。
でもこの世の狭いから買ってないのか。あーそっか、パートナーの渚さんから。え、なるほど、割引ショッカーだよ。お家買えばいいのか。強っ、すごい。なぎさゆう、なぎさやば、なぎさゆうの、なぎさゆうの住んでるとか何があったんだよ。このターンを使ってお得に買い物ができるぞ。あ、なるほど、なるほどね。お家とかがね。いや、じゃあ先に使っておいて、で物件賢い、うん、で億万長者の家でしょ。これだって10パーのあれがさ、価値が、ね、10パーオフでけー。そうでけー、3000万安いのはね、借金するぞ。いいんじゃね。まあ小手資産だから、ね、なるほど、ね、まあ小手資産ね。おてかでかなーか。これヤシド君ちょっと隣じゃね。お前家のせいで日陰になっちゃってんだよ。これさ、待てんだよ。でも人間性アップさせようかな。なるほど、大大吉になるためにみんなにお祈りしとこ。おお、え、なにこれ、みんなに1億円、これでしょ。もうありがとう。やばすぎる。え、天才、え、神、神、神だったかもしれない。あ、なるほど、運勢が。大大吉にするためにはこれがやっぱ必要だと思うんだよね。神はここにいます。神を見たことがある。神の驚きおこがいます。え、宝島行きたすぎんだけど。ちょっと私いいね、クルフィーになってきます。ありったけの夢かき集めてきますね。やったー。宝島ってお宝が手に入るのかな。かな。気になるね。気になるね。宝島ですよ。リゾートになってこい。待って待って、めっちゃ良くない、なんか。ぬ、バカンス行ってきまんじ。おお。良さそう。でも宝全然手に入んない。おお。でもね、行きますんじゃない。え？クラッカー、あ、まさか何万人いけね。何百人目？すごい。何万人目？めっちゃ入ってんじゃん。やったねー。クルージング体験。クルージング。ちょ、私、順風満帆すぎるよ。さらに私はプレゼントです。何だって、豪華クルーザーを手に入れた。おい、どんな人生だよ。おいおいおい、クルーザーでしょ。結婚できるんだな。船手に入れちゃったかな。全体攻撃しようと思えばいつでも。結婚するか。ガタ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 。でも私だって晩年に結婚できるから。そんな結婚の仕方でいいのか。え、ゆうと、言うと、やっぱ今年、本当の俺見てほしい。今年中に結婚、本当だ、本当の俺を見てほしいって書いてある。はあ、結婚するんだね。言う、俺のこと覚えてるんだってなってそう。言う、逆転人生じゃん。逆転人生だな。結婚してください。言う、棚ぼたしやがって。ゴールデンルーレット。おかしいな、周りが、あ、また私インスタ見てやむんだ。また一人結婚したんだ。赤ちゃんの写真とか載るんだ、インスタに。ゆうさんと結婚した。結婚しました。今日は旦那さんにスタバをおごってもらった。やばい、全体攻撃が来る。おめでとうございます。あ、精神も攻撃されてんのによ。500万でやめてくれよ。ここは一旦500万で、ここはね、1でね、いったん3000万。やばい、俺借金が結構あるな。幸せになります。ほやおい、いいね、いけー、きたー。おー、運命運命運命のハートマス、死夏漫画家、漫画家行こうか。いいねー。おー、いけるか。おっ、あ、いや、でも結構硬い女だ。いや、硬いな。いや、星4だから、星4だから、星4だからな。15の分の15になるから。なるほどね。今週末は渚さんと、ね、ピーチでデート、はい、楽しむために何を用意していこうかな。バーベキュー。え、水着見て。おいんだね。これはちょっと水着だろう。俺も見たよ。頼む。いや、俺は上行く。頼む。4。あ、これ大成功した水着見れるね。4。うわー、何やってんだよ、お前。おいおいおい、大成功じゃねえから出ねえじゃん。見れねえじゃねえから。そういう演出なんだよ。危ねえ、よかった、子供できなくて。3倍引いたらよ、ここです。ね、やばい、もう取り返しつかないわ。あ、私もいるじゃん。サインもらっちゃおうかな。いいよ、もらいたいね。いいの。わー、ありがとう。おー、私のサイン、あれですよ。あ、すげえ、かっこいい、本格的なサイン。おしゃれすぎん。私のサイン、かっこよ。そう、強制ストップなんだ。お、頑張れ頑張れ。ドラマシーンはでかいぞ。頑張れ、月9だ。はい、月9。迫真の演技かな、やっぱ。頑張れ。くくつおー。よよー、センスですよ、これがよ。ウェーイ。え、前出てたドラマの演技も評価された。
んだ私。やったよかったね、うん、あ、私の持ってるクレアちゃんクレアちゃんえー、あとランクアップで。おお、すげえよ、でっか。やっぱ主演俳優は違いますな。1800万か。やったー。お、結構。あ、どっちなんですよ、言いますよ。あ、変わってますか。おめでとう。あ、恋愛映画。なるほど。何？おお、映画について。どんだけ名作なんだよ。本当だよ、家に帰っても夜が明けるまで。え、まさか。これはもう天からの授かり物が、あ、なるってこと？来た。親方、空から赤ちゃんが素敵だね。目元がクレアちゃんが両方の特徴を継承したか。お互いの特徴あるね。お、あ、ここであれか、中間結果、終盤に行くのかね。どうかな。確かにね。なるほど、なるほど。おお、すごい。まあまあ、私資産こんな高いんだ。家買ってないし。お宝とかも持ってるからかな。まだまだ。クルーズ船持ってんだうち。ゴーイングメリーゴー。ここからまくれそうだな、まだ。でも寂しいよ、一人じゃ。続いての時代は大人時代後半。大人後半。おい、家族いねえのに家族イメージ画像にすんなよ。いやもうこれ結果できるってことだよ。今はね、バンドのせいで。うわわ、すごいすごい。まだ最後のチャンスだ。なぎさの職がランクアップ。期待のアイドル、かわいい。でも既婚者で子供がいて、既婚者で子供がいて、成人した？成人した？早っ！早っ！早っ！どういうこと？時空がおかしいぞ。なぎさにてセンスよく育った、これからアイドルとして生きていくみたい。1600円しようとしねえ。やばっ！ガキ！強かけるだろ。ガキ強え。お、ランクアップイベント。え？おかみを呼べ。で何がこの料理お えマジあらあらあら評価されたやばいやばいおお三つ星までだ素晴らしい。あ、料理長料理長おおすごいすげえ。おなんで結婚できてねえんだよ。本当だよ。こっちだ。うわあ、ね、いねえよ。で連絡をして、アスカと結婚できんじゃん。でもアスカ、いやちょっと待って、ここはうん、好感度高くて、ちなつで。お、いいね、ちなつか。デートだしね。かわいいしな、見た目も。しかも、漫画からしか話しちゃうな。意識してる、意識してる。すげー。意識してるって。いい。な、ガイド頼むよ。ね、多分こう、乗せてくれるよね、多分。お二人だったら、素敵なご夫婦になるかもしれないですね。うちではチャペルもやっていまして。キャッ。キャッ。え？よし！行け！好感度上がった。行け！来たー。もうちなつと結婚できんじゃん。ちなつと結婚するぞ。プロポーズですよ、ここで。借金あるのにプロポーズか。当たり前だ。当たり前だ。行くぞ。うわうわ、人気漫画家、何書いてるんだろう。ちなつさん、結婚してください。成功しかない。成功しかない。当然成功。やったー、かわいい、かわいいわ、かわ、え、ちなつさんかわいい、かわいい、かわいい、きれいだ。やっぱメガネっ子なんだよな。いや、いいよな、メガネっ子。1、1、1、1、おらー、毎回でかいね、お祝い金。全体攻撃1億借金あるある、俺からも奪うのかよ。当たり前だ、さっき1000万取られたからね。デートカードで連絡をする。うん。ちょっと私サラ85%。そう、サラやっぱ高校の時から思ってて、自分。なるほど。言うほど思ってたかな。一途だったか。言うほど思ってたかな。そう、一途だったからずっと。なんか20年ぶりに連絡来たな。もういいよ。よし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 。300万なんてへでもねえよ。でもそいつ借金しますよ。うるせえよ。怖いからだ。捨てたろうがよ。お、これで次回結婚。お、まあ、私はもう決めたんだ、サラさんって。ロマンチックじゃない？高校の時からずっと。20年ぶりに連絡したサラな。うるせえうるせえ。合コンで何回か会ってんだよ。合コンで会うの嫌じゃない？嫌だな。
どっちも遊び人か。結婚してください。急に同級生っていうあれが結びていくよね。合コンでやった。そうだよ。でも同窓会で出会ったんだよ私さ。ああなるほどね。そう同窓会で出会って久しぶりに意気投合して結婚することが決まったと。うん、なるほどね。素晴らしい。ありがとうサラさん。おお。医者と俳優か。おお。やったぜ。素敵。さあちょうだい。貯めて話す。何を出るか。ああ、千万か。まあいいでしょう。そんぐらいだったらね。うちの子供の給料より少ないね。やめなさい。嫌なやつすぎる。よーし。千万ね。いや安いもん。安いもんだ。きた。きた。不思議なイベント来た。おめでとう。ありがとう。おめでとうやるか。おめでとう。ありがとう。ありがとう。おめでとうどこにある。おめでとう。おめでとう。かわいい。でもちなさんにはこれからもね子供できてもちょっと目つきの悪い子供になっちゃったね。目つきの悪い。人生も。なるほどね。人生見牙がね。もう早くも牙が。もあ買い物しよう。そろそろね。家買えるんじゃないですか。そうだ。そうだ。それだけお金あったら。ね。うん。あ。待ってこれあちょっと宇宙シャトルすぎないじゃないそんな何買うの何買うのもうちょっと宇宙シャトルに住むしかないじゃないこんなのうわマジかかっけえすごいよ現生で払ったよ重たいねローンとか組まなくていいのかよやってみてよ俺も貯蓄があって貯蓄って一括で買った宇宙空間資金作ったんだけどあの人やばいよ負けるでしょさらに合わせてるんだけど先そうだよいい嫁だね私ってのはおよし通じ合ったぞ気持ちが天に届くなんで泣くんだよ。これはどっちになんだ？どっちにだこれ。目が特殊すぎてわかんないぜ。目がサラダ。髪色を受け継いだのかな？確かに。確かにね。そのちょっと。おお。サラム。おお。うわあ。マジか。いやあマジでやるな。クレアつえ。クレアちゃん圧倒的すぎない？でも子供と旦那さんが支えてくれてるからあと宇宙ステーションが、ね、宇宙ステーションでかすぎるよね宇宙ステーションなさすがにね宇宙ステーションがしょっちゅうんじゃねまんちゃんあ、三つ星料理に三つ星サラサラあるからいけるよおミシュラー見来たミシュラー来た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 もうこの笑いを作ったのは誰だ外すわけないよなこんなよーこの料理人は優れているよーし1000万円もうすごい料理うわぁおぉすげぇすげぇそうなるんだランク5ってすごぇこれはちょっと俺チナツキャリーするわキャリーチナツまあいいんじゃない悪くないラッキーマスお宝とか子供のために仕送りお弁当作り優しいいいパパそうか料理人だからかそっかそっか頑張って作ったキャラ弁がこれがないように子供が大喜びよかったねプロのキャラ弁ってどんな感じなんだろうな確かに気になるあ子供天才になったえマジなんだ天才ってなんかあんのかな確かに子供が天才にまあまあまあいいでしょうラッキーマスラッキーマスあこうちの子かわいいじゃんうちの子かわいいね絵の模写しようよいいねうちの子センスの塊にする僕絵描きたくない言ってるかもしれないよ反抗期ですかこれはもうやってくれてるよほら仲良くやったよそっちか子供を自分のあのね自分の分野に付き合わせるのもどうかと思うけどね絵めっちゃ上手いんだけど絵が嫌いなんだよね腹立つ無理やりピアノ弾かされてるガキみたいなね無理やりね弾かされてる漫画でよく弾かされてるねおおいや特訓してないなんか爆走よしそろ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 行くかそろそろねそろそろ 40% ねさすがにねそろそろねあ、来たね。やっぱ地道に。ついに出世。人材政策。なんだそれ。全員に効果がある。え、すごい。え、初等生めっちゃ上げるのやめてくださいよ。ね。おお。一気に上がるね。よくない。いや、やっぱ上がるな。跳ね上がるな。おお、おお、アイドル？アイドル？は？1億2000万？天才！え、
国民的アイドルみたいな。なるほどね。やばくね。子供天才すげえ。汚ねえ。汚ねえ。汚ねえ。何のことかな。何のことかな。ちなつさんとデートしよう。ビーチデートだって。あついに。懲りずに水着。いいよ。大成功。男だ。大成功だ。いけいけいけ。よー大成功だ。水着来い。水着来い。なあ。パートナーの言うこと分かった気がした。キロー着なかったね。いやでも着なかったんだろうな、きっと。まあまあね。うん。真似るか。ちょ、またかよ。頼むから千夏に似てくれ。な、なくて笑った。しかも超有名俳優と役取り合うのかよ。頑張れ。あ、でも、芸術的な書道ですね。伸ばしたセンスが生きるね。いやでもこれ×2 個ある。あー、いけた。勝っていく。はい。私は超えていくよ。おお、相手いい人じゃん。ファンがなんか増えました。あ、あ、ありがとうございます。あの時、あの時道端でもらったサインが。せやちゃんの資産がどんどん増えていく。ランク4か。ランク4どうなるよ。ランク4だね。6000万。いいね。ハリウッドスターだ。ハリウッドスター。ハリウッドスターだね。サラめっちゃ稼いでね。サラやば。サラやべえな。サラ医者ですからね。うん、おまあいいでしょう。でも給料もらえる。お、ランカーがチャレンジ。頑張れ頑張れ頑張れ。美声響かせてるぜ。いけるのかー。いけ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 。よしよしよし。おハリウッドです。あとチャレンジ。レッドカーペット歩きます。よろしく。すごくかっこいい。うえあ、やめなさい。1億ありがとうございます。1億すいません。負けたね。おい、10万の紙切れが1億にクレアちゃん嘘だろ。うわーさっきーすごいなー。遅いため。そうなんだね。子供のために娘。え、まさかお前また天才になるのか。お前また天才。天才か。あやばい。天才の遺伝子。天才遺伝子。うち天才しかいねえ。いやでもどうなんだろうね。でももう余生だから。ちょっと待って、遺伝ゲーってことか。自宅何、自宅らしいか。自宅なんだここ。宇宙に帰ってんの。が悪い。え、家中の。あ、リモコンカード。リモコンカード。これ2億の価値あるよ。あ、よしよしよし。やっぱすごいな。すごいな。スペースシャトルだから。家が。おお。これわかんないよ、でも。うわー、でもクレアさん強い。クレアさん強いな。うん、確かに。いやでもいい勝負してるな、これ。ね、すごい。なかなか、みんななんか下がんないね。お、ゴールだって。お。なかなか借金しないね、みんな。あ、俺天才の…天才…またアイドル、アイドル、アイドル、天才的なアイドル様。アイドル天才的なアイドル。1億2000万あ、すごい、子供たちがすごい。もうガキがすげえ。お、あ、ビッグドリーム。お、集中。いや正直さ、幸せだからな。お金はなくても幸せ、まああるんだけどね。まあでも一応ちょっと1位目指すゲームではあるから言っとくか。なるほどね。ああ、いけいけ。おお、でもいい感じだね。うわ、でも一発逆転じま悩むな。そうだね、勝ちの目このままで。やっぱでもやっぱコメディ映画大好きだから。コメディいいね。うん、いいね。よし、名演技、名演技です。うわ、でけえ。9000万でかい。すごい。ちょっと、すいません。おいおい、え、これクレアさん。おい、ゆうこちゃんが頑張れば頑張るだけクレアさんとの差が広がるんじゃないの。これも、これもビットコインだろ。私が頑張れば頑張るほど。ビットコインだろ、これ大きいかしら。まあまあ、ノーダメに近い。さあ、どうなる。これね、本当にうずこうさん次第なんだよね、マジで。俺がここで大成功を収める。6、いいんじゃないのか、これは。お、結構いいんじゃない。おぉ、まあまあ、でもか。成功いけ。お、よし、成功だ。これで賞金ポイントが加算されますと。おぉ、あ、いや、なるほど。あ、なるほどね。続けよう。最大賞金6億か。バイバイゲームか、これ。意外と大したことないな。え、いや、だから続けよう。感覚麻痺しやがる。リタイアでも3億もないんだぞ、お前。そうだけどね。まくるにはまだ足りないか。なるほどね。いや、俺は4人の子供たちのために金を稼ぎ行く。行く。なるほどね。稼ぎ行く。行く。あの、あのより。あのより。行け行け行け。でも一発逆転全然あるからね。確かに。7は大丈夫。お、7大丈夫大丈夫。おー、強い。いいね。あれはクイズ。あなたのご友人に関するものです。クリアさん、よしよしよし、これは丸よ。おー、簡単すぎるだろ。あー。
ありがとうございます。インパクトあるから忘れないよ。いやか、これ忘れるわけがない。続ける。お、最大賞金上がるのか、うん、なるほど。からじゃあ続けるよ。おー、2倍でトラブルマスする。ここで頑張って2以外のものを出すしか。あーあーやった。おお、配信それ強すぎる。え、しかも自主映画作るとか熱くね。最後の熱い熱い最後の年に私やばい。受けるかわかんないけど。へえ、ファンたちの間で高評価、大ヒット。よかったね。すごい感動的だな。ありがとう。なんか人生の終わり際に、ね、すごいロマンチックなことしてる。思い出作ってんじゃねえか。ね。おー、全然いいじゃん、スーパーレア。いいね、いいね、レアラッキーマス。お、あ、舞台の、おお、親孝行だ。親孝行。幸せだね、これ。あー、人生泣きだね。いい娘。ガキ。ガキ言うな。持つべきもの。いい娘だ。子供だった。よし、最後の勝負だ。そうだね、1、3、5以上。どうなるか。頼む。一、うわ、耐えていく。レアラッキー。やる。スターダンス対決だと。誰ですか。スター風衣装。ちょっと待って、ちょっとオブラートに包むとか。ああ、るんだ。まだある、まだある。十億？これは続けな。続けるよ。それはさすがに最後まで。あまりにも。もうぴったりゴールさせて気持ちよく行かせてもらいます。天国に。天国に。あるのかな、やっぱり。ね、あるんじゃない？あ。ちょっと脇か、じゃあやっぱルーレット回すか。え、ちょっとどうする、ちょっとね。ねえ、言い過ぎたの。あー、そうそうそう、あー、罠だ。あー、ちょっと待って、セーフじゃないじゃん。おめでとう。ねえ、人の服。何、かっこいい。泥棒、泥棒じゃない。まだあるよ、これ。お宝なくしてくれた。私のサイン盗まれんちゃう。これ確かに美しいお宝だ。ねえ、ちょっとやめてよ。待って、サインが。え、何か、私のサインないかもよ、もしかしたら。何の宝から出てた。ねえ、ちょっと、サインが、私の2億、サインが、こんにちは。え、何、そうだ、運悪くなっても大大吉とかだったら助けてくれる可能性もあるみたいな。超いい子ちゃんだね。防備あるんだって。お金増やしてくれるみたいです。よかった。2億以上増えたりしてね。おー、なるほど。2億はね。でもまあ保険会社、あー、そういうことか。なるほどね。よし、戦いの時だ。ね、いやもうこれはもう手に汗握れよ、ほんと。頼む。2か4か。ガキども俺の背中を見てろ。おー、いいね。あ。あ。さっきの。ノイキャン。機械室の自分の机に美味しそうなごちそうの山を。いただきます。バカ野郎。あ、ハゲが。自分の分じゃなかったの。ハゲに怒られた。およよ。え。え、うわー、失った。あ、役、え、全部だし、え、あ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 、でもまだまだナキマスは残ってるから、そのほらナキマスが残ってたから何なんだ。ドカ食い挟んで、ドカ食い挟んぶってこれのことか。なるほどね。いや、こっから借金を終えたまま人生を終えたくねえ。せめて1、3、5だね。せめて、ああ、ごめん。子供たちを2800万返しといて。おい、子供にしごめん、ごめん、子供たちにさ、なんて顔してんだよ。借金残してごめん、ごめん、借金ってごめん、ごめん、ありがとう。カードも何もなし、もうここは1引かないだけで、ね、1引かないだけで、いけるよ、いけるいけるいける。配信うますぎ、配信うますぎ、うますぎだ、うますぎ。え、ちょっと周りのビーチが加速化。あー、グワーによいてに借金を残さず行こうっていうね。え、待って待って、これ逆転されそう。やばい、うちの逆転はここだったかもしれない。やばい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 、逆転されそう。お、いいね、いいね。お、リモコンカード、これが2億の価値か。あ、かっこいい、ね、終わり方綺麗ですね。最高やね。何の悔いもなくな。うん、いや、万全すぎるな。まあ、配信前は配信前ガキがあんなに稼いでくれたのに。すまね。さあ、どうなる。
若返ってる。え、本当だ。生前の、はい、俺19億です。生前のって1120万。誇らしいよ。いい時代。おお、すごいね。どうせ使い切れない金だ。お家はでも私そんな高くなかった。いや俺でもお家高くなっちゃったかな。あー下がっちゃったね。物件、いや5万の人、あ5億がいるからね。おー6億。おー6億。5億 ?5 億 ?2 億よーし、いえ優勝。お宝な、盗まれたからな。幻の映画は3億。すごい。2個、キラキラヒロシルは4000万。いやまあ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 、スター風衣装。おお、やったぜ。すごい。あ、そっか、これは持ってんのか。ね、ヒーローフィギュア。ヒーローフィギュア。ヒーローフィギュア。すごい。フィギュアで1億。今日こ、あ。はい。あ、謎のダイヤモンドは2億。やった。合格ですか。1億8000万。1億8000か。まあ、それで残念なのか。残念じゃねえだろ。ウルトラクジ。ウルトラクジは、あまあまあ、まあまあ、まあ、でもいいよいいよ。さあ、どうだったんでしょうか。ちょっと見ちゃおうか。子さんは11億。11億。20億。おお。ああ、すごい。お、特別賞。特別賞。一番ラッキーマスに乗った。誰だ。ラッキーで賞で輝くのは。誰。クレアさんです。ありがとうございます。一ばかり出た賞、俺だろ。あ、確かに。やばい、殺される。私だ。運勢が良かったでしょう。クレアさん、皆さん1億6000万。クレアちゃん。こだったんですよ。あ、1000万。お宝コレクター。お宝コレクター。今日は1000万。3個だもんね。ミニゲームキング。ミニゲームこれクレアちゃんでしょ。クレアさんやな。クレアちゃんばっか買ってるから。視力を、おー、これは俺だ。おー、9000万。大体9000万だ。体力を。体力を。おー、クレアさん9000万。センスうちらだよ。センスうちらだよ。え、おー、ヤシロさん。あ、俺だけ？なるほど。目に見えてない数値があるのかもしれない。確かに。ドキドキ。誰だろう。わかんないね、これね。まあちょっと結構かなりボーナス入りましたね。確かに。入ったね。リアリティショー。優勝したのは？おー、あーすごい。いいよか。あざまっす。おめでとう。なんで自分。うわー。ちょっとボーナスなさすぎたな。ね。お仕事ボーナス入ってなかったか。いやおめでとう。ね、やるやん。ありがとうございます。もう一つの世界戦の後し。うまくいったようでよかった。イフ強行。おー、ね、強行。すごいね。いい勝負だった。いい勝負。え、待って、クレアちゃんとヤシオくんすごい。ね。接戦じゃん。接戦だった。おー、やばい。料理人を極めた人生でした。普通に引っ越しを何度もしました。はぁ。娘の。なんでこれで天才アイドルなんですかね。ちなつに似たかったな。性格がちなつに似たんだ多分。いや、これはでも幸せだ。うん。まあまあね。なんて幸せなんだ。家めっちゃよ。ね。家いい、確かに。99人育てられるから。99人。強行。人気者の演劇を。おお。まあそうだよね。ハリウッドスターだから。いやいいね、子供たち可愛いね。ね、可愛い可愛い。可愛いね。ね。宇宙なんなのこれ。フェリアさん、政治家これ。ゲームが得意な体力王おかしくない？政治家じゃないじゃん。政治家要素ないだろ。政治家じゃないんだ。面白。ちょっとスクショしよう。ね、俺もスクショしたよ。宇宙規模な政治家じゃんこれ。